いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はいろんな詐欺が横行している世の中なので注意してくださいねという思いを込めて作成しました。実は自分のところにも詐欺メールが届いたんですね。国〇〇、重要、そしてリンク先が貼り付けてあって、僕は怪しいなと思ってリンク先を開かずに調べて詐欺だと分かりました。なぜこんな詐欺メールなどが届くのか、それは個人情報の漏洩問題にあるとも言われているんですね。ここからは都市伝説でも語られる内容を織り交ぜながら話していきますね。まずで、一般的に知られているのは別のサービスなんですが、データセンターの方が重要だとも言われているんですね。このデータセンターというのは、インターネット用のサーバー、データ通信、携帯電話などの装置を設置、運用するときに特化した建物の総称のことなんですね。思い出してみてください。携帯電話、スマホの中には、知人やいろんな人の電話番号が電話帳の中に入っていますよね。たとえ本人がそのサービスを利用していなくても、利用した人と電話帳などで繋がっていれば、そこから漏れる可能性があるとも言われているんですね。あとはアダルトサイトなどもネット詐欺が多発しているので危険だとも言われているんですね。戦後 GHQ が行った政策に 3S 政策というのがあったらしいんですが、スクリーン、スポーツ、セックスのこの頭文字の S を3つ取った政策という意味なんですね。日本人の精神力、技術力を恐れ、ふぬけにするために行ったとも言われている政策なんです。無料で快楽を得続けることが危険かもしれないということを頭に入れておくといいかもしれませんね。自分は使っていなくても、家族や知人が利用していたら、漏れてしまうかもしれない個人情報、不審なメールや電話、身に覚えのない請求などが来ても、落ち着いて対処しましょう。過去にも言ってきましたが、最終的に自分の身を守れるのは自分自身なんです。おすすめに上がってくるものが必ずしも新しい動画とは限りませんので、チャンネル登録と通知の方をよろしくお願いします。そして個人的に怖いなと思うのは、〇〇円の高いものが今なら〇〇するだけで〇〇円になんて、こんな広告多く見ません？安くなった分裏があるとも考えられるのでは？